光永健が開会の挨拶を申し上げます。皆さんこんにちはですかね。こんにちは。昨年に続きまして本当にいい天気になりました。というかもうちょっと暑いぐらいですけれども、どうかですね、水分補給には気をつけていただきたいというふうに思います。短い時間ですけれども、どうか楽しんでいってください。それではただいまより、第18回源太郎の里ホタル祭りを開催いたします。はい、ありがとうございました。続きまして山陽まちづくり人づくり連絡協議会会長矢田松尾が皆様に挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。第3回にわたる実行委員会を開催しまして、この月曜日には山陽紹介所女性会の皆さん方がこの会場をきれいにしていただきまして、昨日から今日にかけて商工会議所セレブの皆さん方が早朝より準備していただきまして、そしてまちづくり一つの連絡協議会の中村の皆さん方が今日1時からこの会場を作っていただきました。多くの皆さん方のご支援と旧山陽町内のあるいは下関宇部小野田の皆さん方の協賛金をいただきまして、今日この第18回のホタル祭りが開催されることになりました。本当にご支援に感謝を申し上げます。少し天気は高い暑いようでありますけれど、さっきうどんは少し横ばいだというふうに言われましたが、少し涼しくなれば売れるし、暑い時にはビールが売れるし、皆さん方今日8時までこの会場の中で存分に楽しんでいただきまして、8時からこのステージの後ろの石塚川で約1万匹のホタルの乱舞を楽しんでいただくようにお願いをいたします。ホタルは間違いなく飛んでおります。数は今日は音が出るし光がありますから少ないかもしれませんが、ホタルは必ずいます。どうかごゆっくり浅川花畑根太郎公園でこの夢広場でホタル祭りを楽しんでいただくように、主催者を代表してのご挨拶なりお願いをいたします。ようこそ夢広場にお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きましてご来賓の方々よりご祝辞をいただきたいと存じます。はじめに山陽野田副市長古川博光様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。日の高い中も皆様方この祭りに参加していただきまして大変盛り上がっておるところでございますが、本日は市長の藤田がご案内をいただいたところでございますが、公務で、参加できませんので市長の方からメッセージを授かっておりますので、ここでご披露させていただきます。手短にご披露いたします。本日は第18回根太郎の里ふるさとホタル祭りが各も盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げます。この根太郎の里ホタル祭りは山陽地区のまちづくりの一環として、また豊かな自然を愛し守っていく取り組みとして、山陽まちづくり人づくり連絡協議会の皆様方を発表する関係者の方々のご尽力により地域に根ざした祭りとして18回を数え、皆様方の日頃からの活動に対しまして深く敬意を表すものでございます。さて最近は全国的にもホタルの美しい南部を見ることができません。しかしながら本市におきましては地域の皆様方の環境の美化により毎年浅川、有穂川、さらには竜王山で
源氏ボタルや姫ボタルを数多く見ることができます。このような活動は地区の皆様方の郷土愛を育み、ふるさとの魅力を感じる素晴らしいものでございます。この輪をどんどん広げていただきたいというふうに思います。本日ご来場の皆様方におかれましては、祭りの催しを楽しんでいただきますとともに、ホタルを鑑賞していただき、自然環境について考えるきっかけにしていただければと願っております。結びに、本日のホタル祭りの企画運営にご尽力賜りました関係者の皆様に深く感謝申し上げ、合わせまして本祭りのますますのご発展を心から記念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。平成30年6月2日参与を目指し藤田豪司代読でございます。私も今から仲間に入れていただきまして盛り上がらせていただきます。本日はおめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、山陽野田市議会議長小野康司様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。第18回メタロウサとホタル祭りが、こうして多くの皆様方ご参加のもと盛大に開催をされますこと、まずは心からお喜びを申し上げます。山陽まちづくり人づくり連絡協議会皆様方には、常日頃から山陽地区における豊かでより良いまちづくり人づくりのためにご尽力を賜っておりますし、また市政発展のためにお力添えをいただいておりますことにお礼を申し上げます。このホタル祭りは浅川や石塚川の清き流れの中に現れる幻想的な光の中で、開催をされておりますが、人々の交流とともに環境問題についても考える契機となっております。議会といたしましては、ホタルが飛び交う美しい自然を守り、快適で住みよい町づくりのため一層の努力をしてまいります。結びに、根太郎の里ホタル祭りが今後ますます飛躍発展をし、新たな出会いや交流の輪が広がっていくことを念願し、合わせましてご参集皆様方のご健診をご多幸をお祈りし、お祝いのご挨拶をいたします。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、山陽小野田市教育委員会教育長宮内重則様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。本日は第18回ホタル祭り開催、誠におめでとうございます。皆様方には日頃から学校教育、社会教育に大変ご理解とご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。本日もたくさんの子どもたちが出ております。ホタル祭りを通して、ふるさとの自然を守り、人と人との絆を深め、地域を活性化していく、こういった活動に子どもたちが参加させていただくことを通して、子どもたちのふるさとを愛する心が育まれていくものと思います。本当にありがとうございます。今日はしっかり子どもたちを見守っていただき、楽しませていただけたらと思います。この祭りの開催に、関係されておられる、皆さん方に感謝を申し上げ、簡単ではございますが挨拶をさせていただきます。それから最後に、今日小中学生の子どもが20名ほどボランティアで参加させていただいているようです。ありがとうございます。また歩道員の今日皆さん、ありがとうございます。いつもお世話になっています。よろしくお願いいたします。それでは今日よろしくお願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、山口県議会議員中島光雄様、よろしくお願いいたします。こんにちは。今年もいい天気でホタル祭りが開催されましたことを
心から喜び合いたいと思います。この公演は浅川館根太郎公園夢広場と申しまして、県もあんまり予算を持ってませんけど、県が作った公演ですけれども、このように管理は地元の皆さんがされていらっしゃいますし、このように多くの人がお集まりで利用されているということは、県にとっても非常に嬉しいことだと思います。なんと言いましても、このホタル祭りは山陽町づくり人づくり連絡協議会、いろんな団体個人 NPO の皆様方が参加をされた手作りの祭りでありまして、本当にこんなに立派な多くの皆さんが参加される祭りに育てられたこの関係者の皆さん方のご尽力に心から敬意を表する次第でございます。今日はいい天気でございますので、日が陰れば涼しくなってホタルも元気に飛び交うと思いますので、今日はお孫さん、そして子供さん、おじいちゃんおばあちゃん揃って3世代がお集まりのご家族がたくさん見受けられますので、精一杯お楽しみいただけると思います。今日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、山陽小野田観光協会副会長永山純一郎様、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、山陽小野田観光協会でございます。話したい話がたくさんあったんですが、前の5人の方が話されましたので、私からは、来月のコマーシャルを行いたいと思います。今日はまたここでたくさんキラキラ輝く、ホタルを見て帰っていただくわけですが、来月7月25日は、朝駅前から浅川沿いにかけまして、朝天神夏祭り花火大会を実施いたします。7月の25日になっております。こちらもう朝の町にこんだけ人がおったろかいっていうぐらい人がたくさん集まる祭りでございます。いかにこの地域に人をたくさん来ていただけるかというのが観光協会の役割でもございます。全国各地に広くこの素晴らしい環境を、伝えて、たくさんの人が、朝の町にあるいは山陽の町に住みたいなと思っていただける環境をどうやって整えていくかという使命を負いながら、やっております。ぜひ、今日の祭りをしっかり楽しんでいただいて、また来月は花火大会のこの、昔の風光明媚なですね、街並みを見ながらの昔ながらのお祭りの味わいを味わっていただければと思います。今日はまたここでしっかり楽しんで帰っていただきたいと思います。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、最後に、ホタル祭りに根太郎くんも今日は来てくれました。ありがとうございます。はい、これでオープニングセレモニーを終了したいと思います。皆様ありがとうございました。この後も楽しんでください。